お花紙を使って藤棚やフォトフレームを作ってみましょう。お花紙は白と藤を使っています。これを重ねてホッチキスで留め、正方形に切り取ります。この部分の作り方は君絵雁木藤の花バージョン3をご覧ください。お花紙は薄いので8枚から10枚ぐらい重ねても簡単に折ることができます。正方形のお花紙をまず三角形に折り、それをさらに三角形に折ります。そうして半分だけ折り返して、反対側も同じように折り返します。しっかりと折り目をつけてください。これをバラバラにして藤と白をセットにします。折り目をしっかりつけたら、この開いている部分に水のりをつけていきます。ちょんちょんと乗せる感じです。ここをつまんで開かないようにくっつけたら、糊が乾く前に少しだけ折り返します。折り返す方向は揃っていた方がいいので、私は右側が90度の部分になるように折っています。横の折り目の部分からハサミの先を入れて開いていきます。中心になるところを押さえて、ハサミをゆっくり開くと花も開いていきます。小さい花ができたら、真ん中の部分と膨らんでいる横の部分に糊をつけて、2つをセットにしておきます。これで藤の花房を作る準備ができました。先端の部分は1個ずつ貼ります。ここの作り方は君絵雁木藤の花バージョン3をご覧ください。葉っぱはお花紙を正方形に切って、さらにそれを三角に切ります。真ん中に折り目をつけたら、3等分に折って、これを裏返します。真ん中の折り目のところに糊をつけて半分に折り、もう一度糊をつけて折り返します。反対側も同じようにします。はみ出ている部分はちぎり取りましょう。これを伸ばすと葉っぱの形ができます。葉の根元の部分を90度ねじって、糊をつけて内側に折り込んでおきます。これを花と組み合わせてずらっと並べて貼ると藤棚の出来上がりです。次は丸く描いた線に沿って貼ってみましょう。
後でフォトフレームにできるよう真ん中は切り取っておきます。まず花を並べて配置を決めます。貼る場所が決まったら、水のりを使って貼っていきます。線のところに水のりをつけて、花を一つずつ貼っていきます。一番先端になる花から去っていくと、きれいに貼ることができます。花が腫れたら葉っぱを貼ります。中心になる葉っぱは少し浮いた感じになります。葉っぱの裏にも糊をつけておきましょう。これで出来上がりです。写真を入れてみましょう。フォトフレームが出来上がりました。時間があるときに小さい花をたくさん作っておき、飾り方を工夫してみましょう。